こんにちは、方程式チューバーです。この動画は順列組み合わせの中にある重複組み合わせの解説です。問題は、x プラス y プラス z 小なりイコール12、x 大なりイナリコール0、y 大なりイナリコール0、z 大なりイナリコール0を満たす整数の組は何組あるか。この問題の特徴は、x プラス y プラス z 小なりイコール12というところが大きな特徴です。今まではイコール12 というふうにイコールで書かれていた問題でしたけれども小なりイコール12ということはそれをどうやって攻略すればいいのかそれをここでは解説いたしますではまず今までと同じように x を書きましょう12ですからマス目は12です123456789と1112ですよね同様に Y もききままししょう。そして次に Z を書きます。こんな感じになりますよね従来はこちらが x+y+z=12 の場合は経路で考えてスタートとゴールでこちらからこちらまで行き着けばいいというのがイコールの考え方でしたしかし小なり =12 ということは全く買わなくてもいい1個だけ何かを買ってもいい12個フルに買ってもいいということからこのあとあることをやります 何ををしたかかかりますす。赤い補助線を引くんですなぜ補助線を引くかというと小なりコール12ということは到達地点が0個でもいいんです1個でもいいんです2個でもいいんです3個でも4個でも5個でも12個不利に買ってもいい経路の問題でゴールがこの赤い補助線のどこかに来れば小なりコール12を満足してしまうということなんです。つまり横に緑の線を入れた通り縦が12。 横が一二三の並び方を考えていくという問題に話を持っていくわけなんです。このことからこのショーナリコール十二と言われた場合の重複組み合わせというのは丸が十二個、そして三角が三個の並び方と見出していいわけなんです。作図的に言えばこちらの赤いラインの補助線がゴールラインなんです。 つまり小な =12 を満足すればいいということから例えば x を3つ買ったそして横に飛んで y を2つ買ったそして横に飛んで z を1つ買った時のゴールというのはこれがゴール1234566個買ったというのがゴールになります。 この小なりコール =12 を満足しているという意味から補助線を1本引いてあげたこの補助線がゴールラインとして認識されて答えを出すということになるわけです。したがって計算式は丸が12で三角が3つありますから合計15個の並び方分子は15の解乗です。そして分母は丸が12であることから12の解け×三角が3つなので3の解乗という式が成立します。 すると、分子の12から1までの掛け算と分母の12から1までの掛け算が約分されますから3 2 1分の15 14 13とななり、が答えになるわけです。このようにして不等号の問題が登場してきた場合には1本ゴールラインを追加することによってこの小な =12 を満足する答えを得ることができます。 この不等式の問題を公式で考えてあげるとすれば1本補助線を引かなければいけない関係で h の4の4 12となりますそして計算は4プラス12マイナス1 12コンンビネーションの12つまりコンビネーション15の12になりますからコンビネーション15の3の計算です。 つまり 3×2×1 分の 15×14×13 先ほどと同じですよね455が出てきますいかがだったでしょうかえ今回は x+y+z 小なりイコール12不等号が登場した時にどのように図形的に処理をしてあげればいいのかこれは実はゴールラインがイコールであればこちらからこちらまで決まっていますけれどもゴールラインというのが12以下ですから こちらに1本補助線を引いてどこでもゴールになりえるんだという考え方のもとで XYZ の他にもう1本のラインを増やしてあげて考えるということがこの問題の解放につながります。お疲れれ様ででしした。たこれで解説を終了いたします。